感染者数は2日連続で過去最多を更新し、市町村別でもいわき市や会津若松市など8つの市町村で最多となりました。また、県内では合わせて6件のクラスターが新たに発生しました。このうち県立医大附属病院では18人が、小野町地方総合病院では20人がそれぞれ感染しました。 入院は過去最多となる441人で、病床の使用率は58.9%に悪化し、自宅療養も16,976人で最も多くなりました。県はお盆期間中に対応が可能な医療機関が通常より少ないことから、軽症の場合はお盆明けに受診するよう呼びかけています。